毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、先日行われましたクワチャンネル春のカレー祭りのレポートといいますか振り返りの動画となっております。いや本当に、ね、まず、この動画見ていただいている方で来てくださった方本当にありがとうございます。当日もですね、感染対策の方をしっかりしながら、たくさんのお客様も来られまして本当に感謝感激なんでございますけども、まずは、ちょっとね、僕も厨房の方に入ってまして普通に食べたりとかは、空いた時間にですね、まかないとしていただきましたのでそちらのカレーの方をご覧ください。本日のカレードン。こちらがイベント当日のメニュー表。カレーの種類は5種類で4店舗からの出店。当日は午前中からたくさんのお客様が来てくださりなかなかバタバタした状況でございました。自分も厨房にてカレーの虜のカレーを必死に作ってました。そしてやっと落ち着いたところでまかないという感じでこちらのカレーいただいちゃいます。こちらが当日の五種盛りプレート。ごくりさんの初登場の海カレーに、そしておなじみのこちらは家カレー、そして初めましてのタダカリーさんにカレーの虜のドライカレー、そしてラージクマールさんのホワイトホタテカレー。それでは本日もいただきます。まずは本日はごくりさんの家カレーの方から。しっかりとしたコクスパイス感で疲れた体にうまし。そして大注目の海カレーの方はプリプリ牡蠣も入ってスパイス感、出汁の感じ合わさって最高です。後から効いてくるホアジャオの感じもいいアクセント。ラージクマールさんのホタテの魚介感コクやカレーの虜のしっかりと味付けのあるドライカレーの方も最高で、初めましてのタダカリーさんのインゲンのアクセントも最高。今回のワンプレートはそれぞれのお店が具材やカレーなど被ることなくカレー的にもいいバランスでした。個人的に感じたのはご飯の方が少々欲しくなるワンプレートだなということで、ちょっと足りなかった方もいらっしゃるんではないでしょうか。そしてそれぞれのカレーたちが楽しみどころ満載で、タダカリーさんのレモンを足してさっぱりする感じのカレーに味変するところもナイス。いつも来てくださる方々や初めての方々まで様々来ていただき、またこういった機会があるときはぜひお待ちしております。本日も満腹ごちそうさまでした。関東関西のお店でございました。今回は普段、あまりイベントだったりだとか食べれないか、お店ということで、ラージクマールさんだったりカレーのトリコはね僕が担当したんですけども、その辺のカレーも食べれるプレートとなってまして、ただカリーさんもあまりイベントに出られない方なので、そちらのカレーの方も出させていただきました。でごくりさんの海カレーと家カレーの、もう計5種類でドリンク付きですね。こちらアルコールも OK だったので、普通にねビール飲まれてる方もいらっしゃいまして、そちらの方で皆さん楽しまれていただいてました。いや本当に結構、楽しかったです、美味しかったですの、声もいただきまして、今回本当に皆さんのおかげで成功できたなといった次第でございます。本当に協力してくれた、お店の方々ありがとうございます。ラージクマールさんもね、以前お知り合いになりましてこういうイベントやろうと言ってましたし、カレーの虜もねなんとか、イベントに出てくれまして、なんこういうイベント成功することができました。ごくりさんもねお店の方がもう本当に残りわずかということで、去年ぐらいからやろうって言ってたんですけども、いろいろね状況重なりまして、今回本当にちょっときっちり対策してやりましょうということで、実現しました。カレーの方もね皆さん美味しかったですっていろいろ言っていただきましたし、お客様の方もちょっとね不備もあった点もあるかもしれないんですけども、笑顔で皆さん楽しまれてましたので、今回に限らずですねこれからもいろいろイベントやっていけたらなと思うんですけども、まあいろいろねコンセプト変えて、今回は普段あまり、集まらないメンバーっていう感じにしたんですけども、今度はねもうちょっとなんかカレー屋を集めるだけでなくね、プラスなんかみたいな感じのイベントだとか、特殊なこう、まあ、例えば誰かとコラボしてやるとか、いろいろちょっと、今後も、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。